こんにちは、プロゴルファーの坂井直人です。今回はですね、前回までの捻転編1-2でやった動きを意識して、実際のクラブを使ってトップを作っていきます。では早速やっていきましょう。ではまずですね、ゴルフのアドレスの形を作っていきましょう。まあ、構えですね。この形ができたらですね、右足を一歩前に出して左足を後ろに下げます。この時に左足がつま先立ちになるように意識をしてもらって、右足に体重が9割方乗るように構えていきましょう。そしたらそのままトップに上げていくんですけども、上げていく時に前回やった右手を右肩の前に出して左手を合わせる、この動きを意識をして右肩の正面に向かってクラブを上げていきます。これだけでもきついんですけども、できるだけ意識をしてほしいところは、ここの股関節ですね、右の股関節に体重を受け止めるように上げてみてください。そうすることによって、ここの腰が回りすぎて、おへそが右を向きすぎることを防いでくれます。そうすると肩とおへそが可動域が差が広がってきますので、ねじりが大きくなって捻転が大きくなるという形になってきます。これを両足でもまっすぐに構えても、上がってきた時にできるだけここに受け止めて、肩が大きくねじれてくるとコンパクトでエネルギーがギュッとこの腹筋に溜まった形になってきますので、ぜひ皆さん無理をしない程度でいいのでチャレンジしてみてください。